ゆりチャンネルから皆さんこんにちは、ゆりです。今回はですね、はい、マイファーストストーリーのひろきくんが、はい、ルールズフェイトっていう自分のブランドを持ってるんだけど、うん、そっちでなんかファッションショーがあるみたいなんだよね、うん、だからそこにモデルとして潜入しようっていうことで、今回ちょっとランウェイなのかわからない、正直僕たちまだそのどういう場所でやるかも聞いてないんだけど、うん、でしかもひろきくんは知らないんだよね。ひろきくん知らないで、ゆりが歩くことモデル歩きをして、うん、その最中にひろきくんにバレたらもう最高だけど、ああいいね。ただまあどんな感じか全然わからないからね。そうだ、モデルとして幽霊呼ばれてる。いや呼ばれてないよ今回ちなみに。あ、そうなんだ。そう、ひろきくんにドッキリ仕掛けてって連絡してるから。あ、仕掛けたいっつらスタッフさんが、あ、じゃあモデルが歩いちゃうみたいな。そう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 いうことね。そうそうそう、だって絶対モデルじゃないじゃん。めちゃくちゃやったことないんだから、うん、なんかね他の出る人は、ね、結構やっぱねすごいちゃんとしたモデルさんみたいだよ、うん、ちゃんとしたファッションショーだよね。え、そう、本当にだからすごいドッキリしてるよ、うん、ドキドキしてる。ドッキリ名言。だってリハーサルとかもさ、うん、ヒロ君が参加するから、うん、リハーサルは出なくて済むんだったらさ、うんうん、出ずに本番から行った方がさ、ね、成功すると思ったんだけど、うん、今回はガチガチだからリハーサルも参加しなきゃ、うん、結構有利的にもきついかもって言われて、うん、だから今回ちょっとね、ヒロ君がいるリハーサルも出なきゃいけないっていうのが、そう、一応そのネタバラシのタイミングは特に決まってなくて、決まってない。変装を解くのはあのランウェイのみってこと。そうそれまでバレないように俺ら潜入する。そう、結構やばいよ。頑張りますね。皆さん応援よろしくお願いします。それでは行ってきます。いや、ベタ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 結構見上げたね。ゆり、こうしてる。いつくんだろう。聞こえてるよ。めっちゃ聞こえてる。多分10分ぐらい。地で電気消したらすごいやばい空気になった。今電気消したのうちのスタッフらしいです。バラすな。間違えて背中が当たってチクっといた。来た来た。とりあえず成功の顔もらっていい？最初なんかです。あ、ごめん、ひろきくんかぶっちゃった。もう一回。ここに行きましたね。リハがある。リハがある。当たり前じゃないですか。そうですか。当たり前じゃないですか。リハ命ですよ。一発しか時間も決まってんだからさ、本番のやつ。マジ見せれない。確かに。リハ命だよ、マジで。それは何回もやらないじゃん。何回もやる可能性はある。俺も慣れてほしい。いや、わかんないでしょ。慣れてないでしょ。ないでしょ。わかんない。いや、慣れてないの。私とあなただけ。これ今余裕でしょ。うん、完全に背向いてる。いけてる？いけてる。余裕、うん、かましてくれ。お疲れでしたね。そこにいるの？うん、そう。見たらやばい。マジ？全然大丈夫。今後ろ向いてる。第一段階クリアしたらいきなりモデル顔じゃないですか。あの、もう全然モデルよ、もう俺は。いける、一瞬だったら、ああ、いける今
お願いします。ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。どうですか？うん。服めっちゃかっこいいよね。まあ今日こんな感じでちょっとやっていくけど、うんはい、メイクの時はね、ヘアメイクさんと顔のメイクさん、うん、どっちもめちゃくちゃ頑張ってくれた、ね、ヘアメイクさんがさ、一回ちょっとヘルプお願いしますって言われたんだけど、うん、今はごめん、これ一番今日緊張する仕事っつって申し訳ない気持ちになったけど、うん、すごく嬉しいなと思った。実際バレそうだったの？いや、全然減ってない。減ってないの？みんなのフォローって感じ、うん、チームワークって感じ。てかちょっと、ゆうりくんは多分大丈夫な気がするんだけど、一人すごい人いない？すごい人いない、ちょっと現代君に入って。俺も一応変装してるからさ。ひろきくんも知ってるからね。一応ね、うん、やばいでしょ。おかしいでしょ。これ俺ら言ったら YouTuber に見える？いや、見えない。ごまかせてるよ。なんかね、でもちょっと気持ち悪いスタッフが2人みたいな感じ。俺も気持ち悪いスタッフだったんだけど。ふざけんなよ。いや、俺髪入ったらこんな感じってことよ。やばいね。もう生やさなくていいと思う。ね、ハゲが一番似合うことが実証されたわ。なんかね、ちょっと画面が持たないのにそうですね。ルール・ザ・フェイトの今日のこのファッションショー、はい、自分侵入して、はい、潜入か、潜入して最後ひろきくんドッキリさせたいと思うので、はい、びっくりさせたいと思うので皆さん期待していてください。行ってきます。とりあえずあれだね、あとリハーサル、リハーサルがあるんだ。リハーサル結構、それは結構やばいね。緊張すんね。歩くらしいよ俺。うわ、笑っちゃうね。笑うね。結構やばくない？やばい。めっちゃ焦っちゃった。ひろきくんガチャって入ってきた。入ってきたね。俺最初ゲンタかと思ってさ、コーヒー頼んだじゃん。チラッと見たらさ、ひろきくんでさ、俺マスクもつけてなかったの。あ、マジ？楽屋だもん。あ、そうだね。え、見られた？いや、微妙。俺も見てたか、微妙。俺もでも見ちゃったんだけど、俺は目合わなかったの、多分大丈夫な気がする。大丈夫な気がする。あらぁ、結構厳しい気がしてきた。マジ？今確認してるけど、うん、ヒロ君にベタ好きスタッフもいるみたいな、うん、そっちにちょっと聞いてるけど、うん、ちょっと一旦緊急事態発生ということで、やばい、ね、それカメラを回してなかったでしょ、うん、やばいね、焦った。 0.3 秒ぐらい目合う。結構やばくない？やばい。これカメラ開くとね、うん、ガチャッ。そのさ、行動が不審だからさ。え、だってさ、あそこの場所にいたらさ、うん、100% 無理。もう無理だね。一瞬でしょ、ヒロキ君によって前は。俺いけると思う。なんか謎に自信出てきた。え、謎に自信出てきた。俺全然いける気がするわ。
成功じゃない？1回目のリハ成功です。で、2回目ゲネガルらしいの、その完全に同じやつ。ヒロキも歩くの？そうそうそう、そのパターンも今からあって、ヒロキさんの方にもスタッフついてて、ヒロキさんドキュメンタリー手で回ってもらうから、それで OK、 よろしくお願いします。緊張します。いや緊張した、ポーズ見た、俺ずっとこうやって歩いてたもん。見てもう一回のリハで最後の山場、行きます。ちょっと行ってきます。じゃあそれについてて、うっす。あざす。それな、いけないよね、今。いや、今全員入ってったかも。中通りっす。あったから、ちょっとそういうお風で。あー、すいません。手間かかる、手間かかるじゃんすけど。マジで疲れた。めっちゃ寒いでしょ。やばい。裏でさ待ってる時にさ、そのスタッフの人がさ、ひろきこの距離で見てるっつってモニター。やばいね。マジかよと思って。うつむきでお願いとか言われてさ、めっちゃ下向いて歩いたんだけど、まあなんとかね、でも乗り切ったよね。あとは本番もう髪の毛ガッて上げて、ドヤ顔で歩いたから。最高。髪型変えるの？うん。ちょっと楽しみに、ね、本番。ひろきくんびっくりしてほしいな。ね。あいつ出てたんだって思われるの嫌だし、確かに、うん、じゃあちょっと早速行ってきます。よろしく。髪型変わるから、ほんまに呼んで、はい、ありがとうございます。今日はたくさん協力してくれて、今回これバレないまま髪型だったから今まで、そうそうそう、こっからバチバチに決めていく感じで、メッセージで最後にマジで絶対大成功させます。お願いします。どぎも抜いていきますよ。上がってきたらしいんですよ。はいはい、あの下がメイク室なんだけど、うん、そっちから出てきたらしいから、
ちょっと逃げてきて、うん、結局俺本番まで外よ。確かに。あと残り5分。俺今日一番肩身狭いよ、ずっと。でもやっとこれ堂々と出れれば。もう見ろ俺の顔ぐらいな感じで、気づき開け。気づき開け。開け、俺だぞ。今からやりに行くから。結構ここまでさ、どう一瞬飛んできすぎてちょっとビビってない。一回めちゃくちゃやばかったから。一回楽屋来てるから、私さっきタクヤ君にさ、うん、オーラルのタクヤ君に、うん、やばかったねって言って。してるもん。そうそう、なんか知ってるから、そのなんか、あの時、なんか気使ってくれて、外出してくれたんだって。ひろき君と喋って、うん、外に誘導してくれたんだって。そんなことだ。めちゃくちゃもう、ほんと、俺行って、俺行って。え動画上から俺行って。タクヤさん、ありがとうございます。これからも仲良くしてください。よろしくお願いします。まだ一度もご飯行ったことないですか。いつか連れてってくれるの待ってます。お願いします。え？連れてもらうんだ。ごちそうするんじゃないんだよ。俺に。あいや。本当に後輩なんだ。でも本当にそんなもうあと3分よ。いやいや、本当に。めちゃくちゃかっこいいよ。あの人の答え。行きますか。もうあと出るだけよ。誠から有利に変わったので、僕はもうドヤ顔で歩いていくしかないから頑張ります。ひろきくん、いいリアクション取ってくれますように。遊びさせられてるの？そう、昨日遊びさせられてるの。ひろきくん。危ない、後ろ危ない。昨日ひろきくんに誘われて、明日大事な仕事があるからって断ってるから。あなたへのドッキリだよとか思いながら。頑張ってきますよ、本当に。あと謝んなきゃ、それ。ひろきくんってモニターで俺が歩いてて見るんですか？見るよ、もちろん。そこでネタバレだもん。会いたくて、その時間まで大丈夫なんですか？来させてる、ギリまで。ありがとうございます。うん、じゃないと、落ちが永遠に落ちない。そう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 。これ落ちないと。なんか見ても気づかないって、まさか。あるんですよ。それもあるんですよね。そしたら、後で言いますよ。俺、友達じゃなかったんだね。落とします。あ、落とす。行ってきます。はいっす。あつ。わかんない、俺らユリ撮ってた。 YouTube のコメントは気づいたっぽいって今聞いたけど。あ、マジ？エルビじゃん、入ってもらって。はい、うん、いけますか？3回目も、はい、じゃあ、名前だけは。すげー、緊張するな。緊張感すごいな。すごいっすね。なんだこれ、ライブより緊張するの？指令室みたいな。すごいこれ。本番いきます。5秒前。5、4、3、2。緊張感すごい。やばいっすね。緊張感が半端ないんだよ。
たね。え？幽霊じゃね？え？今幽霊じゃね？ね？え？今幽霊だね。幽霊。誠さんって聞いてましたけど。え、誰？え、マジで言うの？ドライフラワー。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 あ、タクヤから来ました。いや、もう今タクヤがどうでもいい。いや、親友の、大親友のタクヤ。あいつ、何したあいつ。え、どういうこと？あれ、どういうこと？まあ、でもまあ、ヒロさんもうそろそろ出番なんで。いや、ちょっと待って。もう、こんな疑念を残したまま俺出たくないと思う。もうそろそろ。やったなこれ完全に。完全やっぱりユーチャンネルだわ。ユーチャンネルだわ。使われてるわ俺。俺のプロジェクトにも組み込んでくるこいつらマジで。本当に。そういうコメントを残してくれてるヒロがさすが。いやさすがすぎる。逆に本番直前に。本当にやめてもらっていいですか。さっきまでの俺の無言の緊張感見たの。お疲れ様でした。嘘でしょ。みんなチャンネルメンバーもみんな。このカメラもそれです。やばすぎマジで。よっしゃー。やっしゃどういうこと？いんの？そう、全然いらないんだけど、そのドッキリ。どういうこと？やば？なんでいんの？気づいた？気づいた？やったやった大成功だ。やば。イエーイ。全然気づかなかったよマジで。え、昨日ひろきくんにさ、遊び誘われて大事な仕事ってたじゃん、これふざけんな。俺も大事な仕事だわこれは。いやー嬉しい。やばマジで嬉しい。俺ビッグ画面見ててさ、いやこんな人さっきいたかなと。誰だこいつと思ったら、さっきからマスクつけて出てたのずっとこうやって。そういうこと。いたわ一人マスクつけてやってる子。あとさ途中一回さ、たくやさんに会いに楽屋入った時にさ、いきなり俺入ってきたからびっくりしてさ。いたのあそこにも。外出たの覚えてる？人いたの分かる？わかるよ。もうひろきくんって一瞬目合った気がして、マスクも外してて、え、あれゆらりだった。俺もう激ヤバーとか思って、まだ何にもしてないけどとか思って。ヤバいじゃん。で外出てちょっとキレてたしね。なんでひろきくん楽屋くんの言ってくんの。ヤバいじゃん。え、ってか俺はゆうりスタッフも俺いるの気づかなかったから。全くかぶってますから丸坊主が。なるほどね、そりゃ気づかないわ。ずりーよ。え、ずっといたの今日？ずっと、俺13時からいる。もうマジで、うん、全く気づかなかったわ。いや、めっちゃ嬉しい。いや、いると思わないし、こんなとこまでネタにしてくると思ってないから俺は。あなたたちがね、こんな、あの、すがってこなくていいから俺に。いや他の道を持って行きなさい。ごめん、もう俺ここ一本。これからよろしくお願いします。やめてもらっていいですか、こんな。俺めっちゃ緊張したのさっき。まあ、すげえ緊張感だな、すげえ緊張、すっごい人なんか巻き込んでやってるなと思ったらさ、知らないやつが歩いてきてさ、こんなやついたっけなと思って、あれ、よく見たら、え、知ってると思って、これ有利だと思って。ちなみにメイクの時も俺いたからね、近くに。なんか？うん。マジで？あ、もう全然気づかないね。これはもうドッキリ？大成功です。やった。ありがとうございます。謎のドッキリです。本当にまたちょっと
ドッキリはまたちょっと時間を置いてね、やんないとバレちゃうので、またいつか仕掛けるんで、みんなちょっと楽しみにしてもらえると。事前報告あるんですか？ありがとうございます。一応ね。ということで、今回はドッキリ大成功ということで、チャンネル登録とグッドはお忘れなく、ひろきくんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録お願いします。